フォームは、かつて121メディアとして知られていた、米国デラウェア州を本拠とする広告ソフトウェアで知られるデジタルテクノロジー企業。2002年に設立され、スパイウェアとみなされるプログラムを配布して、それにより何百万ドルもの収益を得ていた。これらのプログラムは、米国とカナダの団体から苦情を受けて、配布を停止したが、今度は、 ユーザーが訪れるウェブサイトに基づいた行動ターゲティング広告の配信のため英国の複数のインターネットサービスプロバイダと話し合っていると発表したフォームの提案した広告システムはウェブアイズと呼ばれネブアードやフロントポーチと同様ページ内容の検査にディープパケットインスペクションを使用する行動ターゲティングサービスであるフォームは収集されるデータは 匿名のものであり、ユーザーを特定するのには使用しないし、サービスにはフィッシングに対する保護機能さえ、含まれているという。しかし、ワールドワイドウェブの生みの親であるサーティム・バーナーアズ・リーや、他の人々は、フォームは、ユーザーの閲覧習慣を追跡していると強く主張。また、ISP の BT グループは、このサービスを、秘密裏に試験運用したとして非難されている。 英国の情報コミッショナーオフィスは、WebEyes が現に実行されていることに対し、法律上の懸念を表明しており、オプトアウトシステムではなく、オプトインサービスとしての見合法となりうると述べている。欧州委員会は、Web ユーザーのプライバシーを保護するよう英国に要求しており、ISP のフォームの使用に関して同国に対する、侵害訴訟の手続きを開始した。 a m a z o n .com やウィキメディア財団などの団体はこのシステムによるスキャンから自分たちのウェブサイトをオプトアウトすることをすでに要求している。121メディアとしての前身ではフォームの製品はスパイウェアと評された。121メディアは P プレンページと呼ばれるプログラムを配布しこれは F セキュアによりスパイウェアに分類された。P ページは コンテキストプレスと呼ばれる広告エンジンを中心に構築されたアプリケーションでコンテキストプレスはアプリポと呼ばれるルートキットとしても配布されていたこのルートキットはユーザーがこのアプリケーションを削除することを防ぐトリックを使いユーザーの閲覧習慣に関する情報を中央サーバーに送信していた米国を拠点とする用語団体である センターフォーデモクラシーテクノロジーは2005年11月コンテキストプレスを含むスパイウェアとみなされるものの配布に対して米国連邦取引委員会に訴えた。同委員会は調査の結果詐欺的で不正な行為を発見したと表明した。この訴えはカナディアンインターネットポリシーパブリックインターネットセンターと協調して申し立てられた。 コンテキストプレスは2006年5月に営業を停止し品質と顧客ケアの面でもはや最高基準を確保できないと表明した。この停止はアドウェアベンダーに対する複数の大きな訴訟が開始された後の出来事であった。2007年9月までに121メディアはフォームとして知られるようになりアドウェアについてと 人々にスパイウェアをアドウェアと混同させて得た数百万ドルの収益源の閉鎖という写真を認める格好になった。2008年初旬、フォームはウィキペディアの同社に関する記事を編集したことを認めた。フォームはザ・ガーディアンのコマーシャルエグゼクティブが追跡システムへの反対勢力について記述している部分からの引用を 削除したこと、また2007年に実施されたフォームの非公開の試験について BT グループがどのようにして顧客を欺くことを承認したかを説明している一節を削除したことを認めた。この変更はすぐに気づかれ、オンラインエンサイクロペディアの編集者により元に戻された。2009年6月のウィキリークスの記事では、 アステアセキュリティーズを経由しての株の売上で、フォームが誤解を誘う市場への声明により投資家を騙しているかどうかに関する疑惑が持ち上がった。フォームは、ユーザーの閲覧習慣を監視して、それに関連する広告をエンドユーザーに提供する、行動ターゲティング広告サービスについて、BT グループ、バージンメディア、およびトークトークなどの主要な米国および、英国の ISP と、 共同している。フォームはこれらの契約により英国のブロードバンドを持つ家庭の7割のネットサーフィンの習慣を得ることができたと話している。このサービスはディープパケットインスペクションを使用してリクエストされた Web ページの中身を検査するものでネブアードやフロントポーチのサービスと比較されている。このサービスはエンドユーザーには w e b アイズとして売り出されており ユーザーの関心をカテゴリ化し、その関心を特定のユーザーをターゲットにすることを望む広告主とマッチングさせることにより機能する。フォームの最高執行責任者、ビラースブ・バハイディは閲覧しているうちにインターネットでのアクションのすべてをカテゴリ化できます。弊社は実際のところインターネット全体を見ることができますと述べている。新聞にとっての課題は、 バグダッドの二人の死者という見出しの記事はあまり製品に優しくないことです。しかし誰がそのページを見ているのかを知ればその時チャンスがあります。フォーム社最高経営責任者兼とアートゥーラルフォームは収集したデータは完全に匿名であるといいフォームがユーザーの身元や彼らが何を閲覧したかについて知ろうとすることはないという。またフォームの 広告カテゴリは特定のセンシティブな語を除外しており、ユーザーの身元を明らかにしない要項範囲にわたり選び出していると述べている。フォームはユーザーの閲覧を監視することにより、オンライン詐欺及びフィッシングに対する保護を提供できるとさえ話している。ユーザーはフォームのサービスをオプトアウトできると言われている。しかし、フォームの公表担当によると、 オプトアウトを実現する方法によって、訪れたウェブサイトの内容は依然、システムにミラーされることになる。オプトアウトするためには、各コンピューターの、各ユーザーで使用されるすべてのコンピューターと、すべてのユーザー、すべての HTTP アプリケーションにおいて、設定が必要とされる。英国の情報コミッショナーオフィスは、英国法のもとにおいては、フォームは、それが、 オプトインサービスである場合においてのみ合法であり得ると宣言している。ケンブリッジ大学のセキュリティ研究者、リチャード・クレートンは公表を前提としたフォームとの会合に出席し、彼らの広告システムがどのような方法で実現されているかについて発表した。フォームのシステムは多くのウェブサイトと同様に HTTP クッキーを使用してユーザーの設定を保存する。 同社によると、最初のウェブのリクエストは、システム内で3回リダイレクトされ、その結果、クッキーを調べて、ユーザーが、オプトアウトしたかどうかを判断できるという。そして次に、システムは、ユニークなフォーム用追跡識別紙をユーザーに、設定して、リクエストしたウェブサイトから発行されたクッキーであるかの、ように偽装したクッキーを、ユーザーのブラウザに追加する。クレートンは、 スティーリングフォームクッキーズというタイトルの分析でフォームのシステムは訪問されるそれぞれのウェブサイトごとにトラッキングクッキーをユーザーの PC に保存するがそのそれぞれはそのユーザーの意図の同一コピーになっていることを示したフォームのシステムは可能なら http リクエストがインターネットを経由してウェブサイトのサーバーに転送される前に そのトラッキングクッキーを取り除くが HTTPS でリクエストがウェブサイトに送信されるときには井戸を取り除くことができない。このことはウェブサイトが訪問者に関して収集する様々な詳細情報を訪問者の井戸と紐付けることを可能にする。フォームのマーク・バージェス技術上級副社長は収集される情報には タイムスタンプも含まれていると話している。バージェスは次のように話した。これは将来広告を正確にターゲティングするのに必要な情報ですが、A あなたが誰であるか、また B あなたがどこから閲覧したかを乱すために使用することはできません。フォームは w e b ワイズシステムにオプトインするようエンドユーザーを説得する手段として、 最初に計画したフィッシング保護に加えて、インセンティブの提供を検討している。そのインセンティブとは、フォームのために行われた toluna.com 市場研究調査で提案され、さらなるフィッシング保護や、事前団体への献金、無料の技術サポートライン、オプトインユーザーの月々のブロードバンド料金の1ポンドの割引という案が含まれていた。 ウィキメディア財団やアマゾンが自分たちのウェブサイトをフォームのウェブワイズシステムによるプロファイリングから除外することを決定したことを受け、また、ウェブサイトがフォームのプロファイリングにオプトインされた状態であることに対するインセンティブとして、フォームはウェブワイズディスカバーを発表した。2009年6月3日、このウェブサイトパブリッシャーへのインセンティブが、 韓国で開始されると英国ロンドンのコベントガーデンにおける記者会見で発表された。ポピュラスが2075人に対して行った調査によるとデモビデオを示した後66%の人がそのアイデアを気に入ったか大いに気に入ったことが明らかになった。ウェブサイトパブリッシャーはおすすめのウェブリンクを表示する小さなフレームを提供する。 ウェブウィジェットをアップロードするよう誘われる。このおすすめリンクはフォームに追跡されたウェブサイト訪問者たちの興味を追跡した結果に基づいたものである。ウェブサイトに課金されることはなく、またフォームはウェブワイズディスカバーから金銭を得ることはない。しかし将来ターゲット広告を表示する計画がある。このウィジェットは利用者が フォーム対応 ISP の行動ターゲティング広告にサインアップした場合におすすめリンクを配信するだけでそれ以外の人々にはこのウィジェットは見えないものになると思われる記者会見でフォームの広報担当は現時点で英国のどの ISP またはウェブサイトもウェブワイズディスカバーシステムに加入していないことを認めそれが コリアテレコムのウェブワイズの試験の一環だったことを強調した。スーザン・シングルトンより、オクスシステムに加入することを検討しているウェブサイトに対し、法律上の助言がなされた。オープンライツグループは、フォームの合法性について疑問を提起し、そのサービスがどのように機能するかに関する説明を要求した。フィプレは、フォームのオンライン広告システムが、 英国で違法であると主張した。フィプレの法律顧問、ニコラス・ベームは次のように話した。それが合法になるためには、両当事者が傍受に同意する必要があることは、法律内の極めて基本的な原則であり、簡単に無視したり、専門的事項として扱うことはできない。彼の情報コミッショナーへの公開書簡は、フィプレのウェブサイトで公開されている。 英国保守党の上院議員ロードのオーザスクはデータ保護法及び捜査権限規制法に基づく合法性に関する疑問の観点から英国政府がフォームの行動ターゲティング広告サービスに対して措置を講じるかどうか質問した2008年4月9日英国の情報コミッショナーオフィスはフォームはそれがオプトインサービスである場合にのみ 英国法の下で合法となり得ると裁定した。情報コミッショナーオフィスは、データ保護法の遵守を確保するために、フォームのテストと実施を綿密に監視すると述べた。英国内務省は、フォームの提供するサービスは、ユーザーが明示的に同意した場合のみ合法であることを示した。内務省とフォーム間の電子メールが公開されたとき、内務省自体が論争の的になった。 その電子メールで、同社が内務省の法解釈案を編集したこと、及び職員が、我々がこれに同意する場合、これが我々の見解になります。5社のクライアントと、その潜在的なパートナーが安心すると思いますかと、返事したことが、明らかになった。英国自由民主党の内務省広報担当バロネス、スー・ミラーは、それは、通報行為であるとみなし、 次のように述べた。法解釈案が正しいか、完全に的外れかどうかに関わらず、内務省が彼らが心配している。まさにその会社に問うという事実は、まさに法に反している。2008年5月のザ・レジスターは、フォームのロゴが、フォームデザインと呼ばれる、英国の無関係な会社のロゴと非常に似ていることを、レポートした。 小さな会社のオーナーであるサイモン・グリフィスの発言が引用されている。弁護士にその件について調べてもらいましたが、彼らは訴訟を起こす必要があると言っています。フォームは明らかに影響力の大きい巨大なプレイヤーです。こっちは3人の従業員を抱えるシェフィールドの小さなデザイン事務所です。フォームのウェブワイズサービスは BBC の w e b アイズサービスと同じ名前を共有してもいる。欧州委員会のフォームをめぐる英国に対する、訴訟欧州連合の通信コミッショナーのビビン・レディングは、欧州委員会は、フォームが消費者プライバシー指令に違反していることを懸念しており、英国政府に消費者プライバシーを保護する措置を講じるよう要求したと述べた。欧州委員会は、 2008年6月30日、英国政府に、所管で、e、EU のこの論争への関心の背景を説明し、あり得る、委員会の介入に先立って詳しい質問をし、その所管の送付後1ヶ月以内に、英国が返答することを要求した。英国ビジネス企業規制改革省の広報担当は、8月16日に、英国が期限を守らなかったことを認めた。 9月16日、ベアは、欧州委員会への返答の全文の発表を求める、ザ・レジスターの要求を拒否し、フォームの製品が適切かつ透明な方法で合法に稼働できる余地があると、英国当局は考えているという胸の声明を発表した。返答に不満を抱いた欧州委員会は、10月6日に、再度英国に書簡を送った。情報社会。 メディア総局の広報担当のマーチン・セルマイヤーは我々にとっては問題は終わっていない。全く逆だと述べた。英国政府は11月に再度返答したが委員会は別の書簡を2009年1月に政府に送付した。この3度目の書簡は委員会がフォーム問題における欧州法の実施についての説明に満足していないために送付された。 ザ・レジスターによるとセルマイヤーは次のように述べたという。フォーム問題に関する欧州委員会の調査はまだ継続中です。また、彼は英国当局が委員会の懸念に満足できる返答を提供しない場合、委員会は正式な訴訟に移る必要があるかもしれないと述べた。4月14日、欧州委員会は ISP によるフォームの使用について、 英国に対する侵害訴訟を開始したと述べた。委員会が返事を得られない場合、または英国から提出される観測が十分でない場合、委員会は理由付き検証を発行することを決定する可能性がある。英国がその後、依然 EU 放課の義務を満たすことができない場合、委員会はその件を欧州司法裁判所に委任することになる。その日、 欧州委員会の英国政府訴訟のための準備に関するザ・レジスターの記事に答えてフォームは自社のテクノロジーについて英国の法律及び関連する EU 指令に完全に準拠しています。これはベア及び英国の規制当局により確認されており弊社は欧州委員会の今日の声明に反する提案がないことを指摘しますと述べた。しかしベアは 同日の英国情報自由法の要求に応えたとき、そのような確認を否定し、次のように述べた。我々の書類や電子記録を調査したところ、そのような資料は明らかになっていない。付け加えると、ベアは、決してフォームに、そのような声明を提供していないし、また同社に対して、テクノロジーが完全に準拠しているなどと確認した、ことは、決してない。 ケンブリッジ大学のロスアンダーソン教授とアールドワイド、ウェブの生みの親であるサーティム・バーナーズリーは、インターネットのプライバシーとフォームに関する懸念を表明した。提案されたサービスへの最初の反動は、個人のプライバシーとデータの所有権に関する深い懸念を浮き彫りにした。フォームは、ユーザーのプライバシーが脅かされていると主張する、ブロガーたちからの、フォームが言うところの、 ご情報に直面して、そのテクノロジーを防衛した。ほとんどのセキュリティ会社は、フォームのターゲティングクッキーをアドウェアと分類している。カスペルスキーラボは、そのクッキーをアドウェアとして検出すると話した。トレンドマイクロは、その追跡クッキーをアドウェアとして検出する、可能性は、非常に高いと述べた。PC ツールズは、トレンドマイクロのプライバシーと、 セキュリティに関する懸念に同調し、フォームにオプトイン手法を適用するよう主張した。専門的なアンチスパイウェア会社サンベルトソフトウェアも、また懸念を表明し、フォームの追跡クッキーは、アンチスパイウェアソフトにより検出される候補であると、述べた。ケンブリッジ大学のセキュリティ工学の教授である、ロス・アンダーソンは次のように述べた。メッセージはこうでなければならない。 あなたがプライバシーを気にするなら、インターネットプロバイダーとして、BT やバージン、ドークトークを使用しないこと。彼は付け加えて述べた。歴史的に言って、匿名化技術が機能したことなんてなかった。彼は強調した。たとえそれをしたとしても、それは依然として、多大なプライバシー問題を提起するだろう。フォームは、その名声を守るための試みとして、 フロイトズや、シティゲート・ドゥ・ラジャーシン、元英国会員のメディアアドバイザージョン・ステンバローを含む、多数の広報アドバイザーを雇い、司会付きのウェブチャットを通して、招集らと向き合った。ワールドワイドウェブの生みの親であるサー・ティム・バーナーズ・リーは、閲覧履歴を追跡するというアイデアを次のように、批判している。それは、私のものです。あなたはそれを持てません。もし何かのために、 それを使用したい場合、私と交渉する必要があります。私は同意し、お返しに、私が得るものを理解する必要があります。彼はまた、彼が使っている ISP が、フォームシステムを導入した場合、ISP を変更すると述べた。また、ワールドワイドウェブコンソーシアムのディレクターである、バーナーズリーは、ノースルーピングというタイトルの個人的な、 設計ノートを発表し、そこで、パケットインスペクションの商業仕様に関する見解を説明し、フォームを引き合いに出している。プライバシー擁護派で、プライバシーインターナショナルの創設メンバーである、サイモン・デイビーズは、行動ターゲティング広告は、多くの人にとってかなり意気味の悪い発想であると述べた。新興のコンサルタント会社80。 20シンキングでの別の職務で彼はシステムを調べるためにフォームに雇われ彼は次のように話した。個人情報の収集を最小化するために費やされている努力に感銘を受けた。その後彼は次のように述べたと伝えられた。我々はそのプロセスにおける多数の発展を称賛したがプライバシーインターナショナルはフォームを承認しない。システムは プロファイリング、保有及び追跡における、多数の主要なプライバシー問題を軽減しているように見える。しかし、我々は、オプトアウトベースで動作するシステムをパイがサポートする、ことを望まない。あとに、ケント・アートゥーラルは、プライバシー・インターナショナルがフォームを推奨したと示唆した、ことについて、間違いを犯したと述べた。これは誤解でした。謝ります。推奨は実際、 プライバシーインターナショナルのディレクターでもある80、20の MD、サイモン・デイビーズ氏からのものでした。stop.ulplay.com p h o フォームを非難するアレクサンドル・ハンフやマーカス・ウィリアムソンを受けてフォームのアートゥーラルは stop.ulplay.com p h o と呼ばれるウェブサイトを立ち上げた。アートゥーラルはハンフをフォームや プロクターギャンブルなどのその他の会社に対してキャンペーンを行っている連続先導家と呼び、ウィリアムソンが連続手紙書きキャンペーンによって自分とフォームの名誉を失墜させようとしていると述べた。ハンフはストッパルプレイのウェブサイトの声明が彼のキャンペーンと完全に無関係であり、それらはアートゥーラルにとって裏目に出ると信じている。一方、ウィリアムソンは フォームが、今や、個人攻撃を行うまで落ちぶれたことを嘆いている。2009年4月28日に stopphoulplay.com が立ち上げられた際、stopphoulplay.com は、英国政府ウェブサイトでの英国首相への嘆願書について議論した。最初に発表されたストッパルプレイのウェブページは、次の主張をしていた。 首相官邸のウェブサイトの管理者は、サイト上に誤解を招く、嘆願書が表示されることを許可した誤りを認識し、その後、このようなことが再度起きないようにすることをフォームに保証しました。同日、英国情報自由法がフォームによる首長の確認の要請に使用され、4月29日、フォームはウェブサイトから意味用文を削除した。首相官邸は、 5月28日、フォアの要請に返答し、フォームの主張に関する要請に関連する情報を保持していないと述べた。サイト立ち上げの翌日、BBC の記者であるダレン・ウォーターズは次のように書いた。これは停戦の合図のない戦争である。両陣営とも消耗戦に入っており、英国及び EU の両政府は集中砲火を浴びている、同サイトは、 2009年9月に閉鎖され、現在はフォームのメインサイトにリダイレクトされる。BT の試験最初の拒否の後、BT グループは一度のやり取りで2007年にプロトタイプ広告プラットフォームの小規模な試験を実行することを承認した。試験は何万人ものエンドユーザーを対象とした。BT の顧客は試験からオプトアウトすることができるが、 試験後のアプローチに関しては何も決定されていない。ザ・レジスターは BT が2006年に先行して秘密試験を実施し、その試験ではブロードバンドの顧客のうち1万8000人のウェブ閲覧が傍受され、プロファイリングされたことをレポートした。技術報告書では検証の目的の一つが顧客の体験に影響しないようにするために、 その試験に参加した顧客にはプロファイリングを知らせなかったと記述されている。2008年6月4日、パゲ先生エクスターナルテクニカルバリデーションというタイトルの BT 内部からのものとされる52ページの報告書のコピーが匿名で提出された機密文書をホストするサイトである w i k i l クスにアップロードされた。この報告書は多数の市民を怒らせた。 オックスファム、メイクトレードフェア及び SOS チルドレンズビレッジズのチャリティ広告の関与に関する疑念があり、大勢の人が違法性の高いものと感じる技術試験に彼らの広告が用いられていることについて彼らが承知していたのかどうかが問われた。また、報告書には顧客からの1800万兆のウェブページのリクエストに対し、 JavaScript をレスポンスに埋め込んだことを示すデータがあり、このことも、それらの試験の法的立場に関する疑念を改めて生じさせた。フィプレのニコラス・ベームは、BT が実施した3万人以上の顧客を巻き込んだオンライン広告システムの試験は、潜在的に違法だったと述べている。チャンネル4のクリッシュネン・クリッシュネン・グルムルティは、BT の付加価値サービス部門の部長である。 エマ・サンダーソンに彼らの試験に関するインタビューをした。フォームのウェブワイズシステムに関する BT の3回目の試験は繰り返し延期されている。この試験は1万人の加入者を対象に約2週間続く予定で、当初2008年3月までに開始する予定だったが、その後4月に延期され、再度5月末に延期された。その試験は未だに開始されていない。 同社は、ユーザーの同意なしに実行されたフォームの試験に関する、訴訟に直面している。2008年9月2日、ロンドン市警察は、反フォームの抗議者による苦情を調査している際、BT の代表者に会い、フォームの秘密試験について、非公式に彼らに質問した。9月25日、警察は2006年及び2007年のフォームの、 秘密試験をめぐる BT の公式な調査はないと発表した。アレックス・ハンフによると警察はそこには範囲はなかったしサービスが顧客の利益になることからそこには目視の承諾があったと BT に代わって述べた。ベームはその警察の返答について次のように述べた。BT の顧客が目視の承諾を与えていたというのは道理に合わない。 目視の承諾と解釈されうる BT 顧客のいかなる振る舞いも一切存在しない。なぜなら彼らは故意に知らされていなかったのだから。範囲があったかどうかの問題については、そう、BT は通信を傍受することを意図していた。それが BT が行っていたことの目的だ。そこに範囲がなかったというなら、範囲の法的要件を誤解していることになる。 2008年9月29日、BT のサポートフォーラムで、フォームの WebEyes システムの試験が翌日に開始されることが発表された。BT の広報担当であるアダン・リバー・セージは、BT は、まだ、ネットワークレベルのオプトアウトに取り組んでいるところで、それは、この試験では提供されないと述べた。オプトアウトされたトラフィックは、WebEyes システムを通過するが、ミラーされたり、 プロファイリングされたりしない。BT の全国ネットワークへのウェブアイズの最終的な全面的展開は必ずしも作業の完了に依存しない。市民の自由の運動家であるオープンライツグループは BT のフィッシング詐欺対策機能がすでにウェブブラウザに組み込まれている機能よりも優れていることはありそうにないとし BT の顧客に対し web アイ e の試験に参加しないよう説得した。BT フォーラムの加入者は、ベータフォーラムを使用して、BT のフォームの実施を批判し、懸念を表明したが、BT は以下の声明で応じた。弊社のブロードバンドサポートフォーラムは、顧客が技術サポートの問題について議論し、ソリューションを提供する場として提供しています。フォーラムが、 建設的な状態であることを確保するために管理ポリシーを強化し建設的なサポートを提供していないスレッドを削除します。つきましては BTWebWise に関する多数のフォーラムの議論を削除しました。BTWebWise について詳細をお知りになりたい場合は w w w b t c o m w e b w i s e で 多くの情報及び弊社に連絡する手段を提供します。引き続き、サポートコミュニティにご参加をいただけることを願っております。ケント・アートゥーラルによると、BT は2009年末までにソフトウェアの展開を完了するという。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナルは2009年7月、BT にはそれまでに、それを行う計画はなく、他の機会に専念しているとレポートした。 フォームの株価はそのニュースにより40%下落した。2009年7月6日、BT の元広報担当チーフのアダン・リバー・セージは、ツイッターを使用して、彼の考えを次のように記述した。個人の名声を破壊している、最も激しい1年間の PR 残豪戦がすべて、無に返そうとしている。彼のコメントは、ファンタスティックで終わっている。 広告主とウェブサイト最初、フォームに関心を示した広告主は、以下の通り。フィートドッ c o m と、ザガーディアン、ユニバーサルマッキャン、マイスペース、エビレッジ、MGM オームド、バージンメディア、アンアニミス。ザガーディアンは、フォームとの行動ターゲティング広告の契約から、撤退し、読者への電子メールで、広告マネージャーのサイモン・キルビーが次のように述べている。 サービスに関して彼らフォームと会話を持ったことは事実ですが現在ではそのネットワークに参加したくないと結論づけています弊社の決定はこの製品が弊社の価値とどのように共存するかについて内部で話し合ったことに多大に依存していました2008年3月26日のザ・レジスターの記事への返答でフォームはマイスペースがパブリッシャーとして オクスに参加していないことを述べた。ザ・ファイナニシャル・タイムズはフォームの間近に迫った試験に参加しないことに決定した。フォームのシステムがオンラインショップのようなビジネスに及ぼす可能性のある経済的影響に関する懸念が高まっている。フォームが訪問者により閲覧されたコンテンツを使用してプロファイルを構築しているため競合するストアは 彼らが見た製品に基づき彼らをターゲットにした広告を発信したりユーザーが以前訪れたショップからの売り上げを流用したりすることができる。ORG のジム・キロックは次のように述べた。多数の企業が自分たちと顧客が決定するまで商業的データ及び関係が単にプライベートであるべきだと思っておりデータを 秘密裏に見せることは一種の産業スパイ活動であるとさえ考えているかもしれないと。英国コンピュータ学会のデビッド・エヴァンズはネット上にウェブサイトを発表する行為がサイトのコンテンツを利用したりサイトの顧客とのやり取りを監視したりすることを広告主に承諾することと同じかどうか疑問視している。ピート・ジョンはサーバー及びウェブユーザーがこのシステムを オプトアウトし、その状態を維持できるようにするために、ディープフォルメーションと呼ばれるアドオンを作成した。しかし、ジョンは、結局のところ、ユーザーがフォームを搭載した ISP から乗り換えることを推奨している。ディープフォルメーションは、ソリューションではありません。プライバシーのための一軸の歯です。プライバシーとセキュリティを守るために、ディープフォルメーションに頼らないでください。 新しい ISP を見つける必要があります2009年4月、Amazon.com は、フォームが、同社のドメインのページをスキャンすることを認めないと、発表した。ウィキメディア財団もまた、スキャニングからのオプトアウトを要請し、同月16日、すべてのウィキメディア及びウィキペディアのドメインを、フォームシステムによる処理からブロックするために必要な、措置を講じた。 2009年7月、ネーションワイドビルディングソサイティは、顧客のプライバシーを保護するために、フォームによるウェブサイトのスキャニングを防止することを、承認した。インターネットサービスプロバイダーフォームに、リンクされた3つの ISP はすべて、最初のフォームとの契約以来、計画を変更、または明確化した。顧客の懸念を受けて、トークトークは、その実施は、オプトインのみになり、 オプトインしない、ユーザーのトラフィックを分け、ウェブワイズサーバーとの接触を回避すると述べた。2009年7月、トークトークは、フォームを実施しないことを承認した。その親会社の社長、チャールズ・ダンストーンは、ザ・タイムズに次のように述べた。我々は、BT がフォームを実施し、業界全体がそれを実施していたなら、それを行う予定でした。 我々は単独でそれを行うほどは興味がなかったのです。ビジネスニュース雑誌ニューメディアエイジは4月23日、バージンメディアがフォームから撤退し、オーディエンスサイエンスという名前の別の会社と契約する予定であり、BT は他の広告会社と会合し、ISP がフォームについて汎用マーケットインテリジェンスと呼ぶものを取得する見込みであるとレポートした。生は この動きを二つのメディア企業による戦略の変更と呼んだ。翌日、同志は両企業のフォームとの関係は事実上変わっていないと書いた。ありがとうございます。